第46回日本アカデミー賞の授賞式が10日、東京都内で行われ、最優秀主演男優賞を、ある男の妻夫木聡、42、最優秀主演女優賞を、稽古目を済ませて、軒木慎雄の、31、最優秀作品賞を、ある男が受賞した。妻夫木は、最優秀主演男優賞では、第34回、2011年以来2度目、岸井は、初の最優秀賞受賞。ある男は、他に助演男優賞の久保田正孝、34、助演女優賞の安藤サクラ、37、監督賞の石川圭監督、45、ら、優秀賞が発表された主要15部門のうち、最多となる8部門で最優秀賞を受賞した。ある男で、妻夫木は、かつての依頼者、安藤から、謎だらけの亡くなった夫の身元調査の依頼を、受け真相を探る、弁護士役を演じた。名前が読み上げられると、まさかいただけると思っていなかったと、驚きの表情を浮かべた。妻夫木は、石川監督の長編映画デビュー作、愚行録、17年公開にも主演していた。ある男が最優秀作品賞を受賞すると、彼、石川監督の才能を間近に見ていたので、こうやって認めてくださって、嬉しいですと号泣した。自分の名前が読み上げられると、身に余る賞を、ありがとうございますと、感激で目を潤ませ、映画の関係者に感謝。この作品には、私が見たことのない景色を、たくさん見せてもらいました。まだ上映中なので、ぜひ劇場で見ていただきたいです。それが、私たちの望みですとアピールした。